今週のライブの遠吠え。越谷市のペンネームオレンジアルデンジャー君です。北大路欣也ちゃんがスピード射精のふんどしで泳ぎたいと泣いています。北京五輪男子75m 恥ずかしい泳ぎ方日本代表。バカじゃないよ。恥ずかしい泳ぎ方日本代表な。北大路さん。そう。これでスピードの鍛え。レーザーレーサー。スピード車だけどふんどしなんだって。スピード車性の。でもあれなの。そうそう。ふんどし。レーザーレーサー。そうそう。0.03 秒の。もう女子の人全身乗ってるのに30分かんだってね。これなんか僕が破けちゃった。いや。4回ぐらい来たら終わりなんだって。あ、もうダメなの。全然手術癖がないから。すごいな。それで7万円近いんだよね。5万とか7万ぐらい。コストパフォーマンス悪いですね。だから中学生とかやっぱ買えないよね。買えないね。ああ今注文殺到らしいじゃない。あ、そう。すごいですね。ね、これやっぱりそれでも北尾さんそれ来たら見ちゃうよね。見ちゃうよ。小田君で、うわこんばんは、小中井です。テキストです。小中井です。有田です。ということでございます。さあ、今日はですね、すごい、CG 大作戦の2008年上半期ベスト、はい、セレクション、これを聴いていただきます。久々にですね、これ誰が歌ってんでしょうねっていうので、いう有名でしょうか。小中井、フーズフーもございます。はい、ということですね。でもさ、俳優さ、こうなっていくんだろうな、あの、リーとかいや、やっぱり、ゴルフにしたって、あ、そう、どんどん進んでしょ。球もあれも良くなってる。全然良くなっちゃった。水着でしょ。はい。今靴もすごいじゃないですか。いいですね。シューズも。はい。まあ一回発売されたんだけど、もう発売したくなっちゃったのが、どっかの靴でコンピューターが入ってるんですよ、靴のとこに。うん、それで走るたびにそのショックで、あの今どこ走ってるかっていうことで、コンクリートだとそのクッションを柔らかくしたり、瞬時にコンピューターが判断して。走り出すんだよ。そう。あったね。だけどあんまりにも複雑なんでやめちゃったね。一回出したけど難しかったのかね。ああ、うん、そこまで行くんじゃない、そのうち。なるでしょうね。ね、うん、で、あのちゃんと好きな女の子とがそばに来た時にはエアーで少し手を高く踏む。さあ、今週のオープニングナンバーですね、おととい6月25日リリースにしなりました新曲の、はい、ゆずの新曲なんですよ。ゆず、いいですね。でね、うん、俺ね、今日久々に無理やり曲紹介してみたいと思います、はい、お願いします。ゆずが新曲出したんですけど、はいはいはい、これさ、このタイトルさ、ね、俺も昔言ったことあるな。友達がさ、うん、小田がタバコ吸うから先生来るから見てろよ、うん、見張りさせられたんだよ、うん、だからさ、うん、先生やっぱり見つかっちゃったの、見張りで、うん、まあ吸っただろう、小田がお前も吸っただろう、なんとかお前も吸っただろう、タクシーお前も吸っただろう、いやすいません、そしたら横で見てた女の子が、女の子って言っちゃうじゃない、男同士でかばってんのにさ、え、吸ったで、いや吸ったで、大阪の子なの。うん。お、知ったで、小田原だけか。え、え、あん、トモロウも。いや、知ったで、あん、トモロウも。左トモロウ。いや、知ったで、田口君だから。あ、そう。田口トモロウ。そうか。だから。で、いや、知ったで、あん、トモロウも。いや、知ったで、あん、トモロウ。いや、知ったで、あん、トモロウ。腕で鈍ったりすることね。ゆずさんです。ダンブリコロコロダンブリコ、池にはまってさ大変、うついの息子がこんにちは、あきさん一緒に遊びましょう、とぼけてこの。こんばんは、金目純です。どんぐり、僕はどんぐりの国から来たどんぐり王子なんで、どんぐり。高金上曲、今日はここでおはがきを紹介したいと思います、はい、ね、お便りをね、はい、お、新聞の写真歌です、写真歌です。あのキリンの大ヒットしたホームレス中学生の人、はい、実業団のエースとして活躍していましたよ。船橋市の森安くんが送ってきました。田村くん、はい、全日本実業団駅伝優勝の小見川実田のエース松宮孝之さんです。おにー似てるなぁ。似てるよね。似てるよね、ほんとね。女、これだけ見たら俺絶対田村くんって言うもん。田村くんです。これあげましょうよ。田村くんやっぱりスポーツ選手顔なんだ。なんかそういう顔だよね。うん、野球選手とか。ごっついよね。背も高くて。
北区のパパゲーナ君、クレイジーキャッツの今はなき花はじめさんの本が出版されました。国家の策略と謀略というあっと驚く硬派なタイトルです、かつて、本当はかつて外務省のラスプーチンと言われた佐藤優さん、すみません、あ似てる、これもあげよう、似てる、似てる、花さん怖かったね、あ、お会いした時、うん、なんかね、覚えてる、ん、家族対抗打合戦で金ちゃんファミリーで出たのよ、うん、でね、ろくにちゃんとね練習しないでみんなわーって忙しくて、ね、かまけて、うん、なんかキャチェッカーズかなんかただ歌ったんだよ、うん、花さんがさ、こんなんでいいのか、金ちゃん怒ったの、すごい覚えてる、あれ一緒にいた、みんないた、あ、俺覚えてないそれ、やべえね、大将に味かかしちゃったと思って厳しく言ったから、こんなんでいいのか金ちゃん、はあ、どうしようと、怖いな、写真ネタです、でもでも花はじめさんあれだよ、あの俺なんかのコンペの時のお風呂で、あの黒沢久夫さんに、花さんこの腹は何ですか、この腹は何ですかって言われて、ごめんなさいごめんなさい謝って太っててごめんなさい申し訳ない、ごめんなさい週刊新潮2月7日号で平安神宮に温水洋一さんが節分の鬼で登場していましたと紹介してくれました、ケイチ豊丸君です、面白いな、おめえ同じ髪型じゃん。なんか髪が好きなんですよ。面白いね。後期じゃん、平安神宮で。そうです、すごいじゃん。これあげましょう、これも。すっげえ面白い。ゲイツのうまく、徳大寺アルチネさんを発見しました。隠れてないからね、発見したって。犬が。私と、犬と私の自由の約束の犬。かわいいんだけど。これ犬、かわいい。俺、この子とさ出会っちゃったら俺多分半日離れられないな遊んじゃうかわいく同じケイチ半日意外と同じケイチとなくですとかずっと言ってる俺多分興奮してると思う右下の写真が淳二さんにちょっと似ています、高田淳二さん、誰、一世岡田さん、ああちょっと似てんだよね、顔自体も、骨格も似てるよね、あとね昔二人でやってたんだよね、あ、本当、やってたことあるで、うん、ああそうなの、やってたことあるんだよ、週刊文春のウイスキーの広告に西村雅彦さんが出ています、ケイチ豊丸くん、貼ってんだよこれは紙あるの、ある紙を、ね、隠してる、紙でちょっと乱暴なでね、その裏に本物がいるそうです、本物が写ってるそうです、ああなるほどああ似てるねこの雑さが面白 い, い, い、ね、あのさ後ろの壁と同じ色にすればいいのに白いままなの、しかもナンバーでデートとか書いてあったままなの、その紙のエコですね、でもこれ面白いな、これ好みで写真載せようよ、ね、たまにこうやってあのタモリ犬以来の雑な、面白いなこれ、雑な仕事で面白いっていう、ね、ノートの紙貼って津田真治君、横浜市宇治ですね、宇治さんの体に異変が、宇治、うん、さんが水鎮、全鎮、全鎮、葉っぱで覆われていました、全鎮、全鎮じゃないの、全身じゃない、全鎮なの、衣替えの季節だというのに少ないのでしょうか、バカじゃない、それ全鎮でしょ、本当だ全鎮、しかもかっこ大悟で筋っすね、あのね、あの なんていうの、この植木の形で、植木で木で作る形で盆栽みたいな、祭壇、葉の刈り方、うん、よく動物とか作ってるよね、これね、うんうん、それがこのちょっとキノコっぽいんですよ、全身なんですよ、男性のね象徴のような、スジュスね、大悟だ、おじいちゃんの確かに風呂入ったんですけど、首相のあれですよ、
僕総理、アイム総理、僕総理って言ったなって帰ってきたんです。で、こんな人が日本の代表なのだって家族で言ってたな。印の吉田忠宏君、ムックラビスタッフの皆さんこんばんは。3月9日の放送でムックンが森川美穂さんって今何してるんだろうと発言していましたが、まあ失礼な発言でございますが、現在は大阪 MBS ラジオの番組村で野村で野村だで火曜日のパーソナリティを務めてますよ。あ、そうですか。森川美穂さんよかった、元気な方だよね。あ、元気でしたよ、ね、ありがとうございます。本当にね、僕らが調べなきゃいけないことはみんな知事大事件でポソッと言ったんですね、うん、はい。さあ、そしてこれ石川純一君です、うん、横浜市洗礼希望石川純一君、石潤横須賀市、うん、石潤、うん、牧陽子のツインピークスを登頂してみたい皆さんこんばんは。いいね。4月24日放送の TBS ラジオ大沢ゆりの UU ワイド内で毒豆三太夫のミュージックプレゼントのコーナーが、柳田でも金、マムでも金のレッセージでおなじみの元巨人柳田さんが経営のスナックマムシ36にて公開生中継を行い、毒豆さんと柳田さんが共演していました。途中から聞いたので全ての内容は分かりませんでしたが、聞いた限りではマムシさんがあなたによく似ている選手がいるということから柳田さんを紹介されたという話や、柳田さんの現役時代の話をなさっていました。マムシさんお得意の毒舌を期待していたんですが、柳田さんに対してはかなりマイルドで、例えるなら普段のマムシさんが本場インドのカレーだとすると、今日は日本人向けのカレーといったところでした。うーん、やっぱりこう好きだったり尊敬してるからかな。あとほら、普通のおばさんとかおばあちゃんにだから、うん、そうです、この愛情で普通の人にはそんなこと言わない、失礼なこと。いいね、スナックマムシ36 やってらっしゃる。背番号、背番号ですね、きっとね。そうか、はい、ありがとうございます。さあ、韓国金とお住まいの告知いきましょう。韓国シアター22くどい、今年の新宿シアタープリンで8月の8日金曜日から8月の17日の日曜日まで10日間10公演を行います、はい、今年は日曜日の開演時間が午後1時開演に変更になります。他の平日土曜日は午後7時です。チケットは現在発売中で、チケット料金は全席指定の7000円税込みです。チケットのお求めはチケットピア、ローソンチケット、e プレスの各プレイガイドでお求めいただけます。なお、シアタープルでは電話予約のみの販売です。窓口での販売は行っておりません。詳しくはシアタープルへお問い合わせください。東京 03-3209-0222、 東京 03-3209-0222、 3-2-2-2とシアターアップルでございます、はい、アップルって言ったらダメなんです。小坂君のすべてでしょ、23、85から08、シアターアップルです、アップルです。公演日程は8月の22日金曜日から31日日曜日の10日間、10公演でよろしくお願いいたします。平日土曜日は午後7時開演、日曜日のみ午後2時になります。出演は小坂井和樹、松尾番内、浅利戸、川本成君、堀口文博君、佳代子ちゃん、伊藤由紀ちゃん、柳沢里奈ちゃん、そしてバンドの皆さん。入場料金は全席指定7000円です。チケットは各プレイガイド、コマチケットセンター、チケットピア、ローソンチケット E プラス、シアタープルでお問い合わせください。東京 03-3209-0222、東京 03-3209-0222、コマバザープロダクションでもお問い合わせ受けております。東京 03-3207-5588、東京 03-3207-5588 でございます。さあ、そして、ラビーの本、バカポジティブ新書で。そうです。2005年に発売された、私の初エッセイ、バカポジティブがですね、新書として生まれ変わります。持ち運びやすくなっておりまして、発売日はあさっての6月の30日月曜日で、価格は740円消費税込みでございまして、ミレッツブックスより、別ですね、別で、はい、消費税740円、そうです、はい、まあ、800円弱ということでミレッツブックスより発売です。もうすぐ7月です。よろしくお願いします。なんでそれを言う必要があるんでしょうか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。小崎でわお、元巨人の柳田さん、パンツ一丁で何やってるんですか。姿勢を正して上に引っ張ってギョイン、ギョイン、あ、両側から出ちゃいましたよ。柳田で金、マムでも金、バカじゃない。小崎フーズ、はい、これ恒例の誰が歌っているのかなというコーナーですね、クイズでございます。もうシンプルですね。ここから3曲聴いてもらいまして、これ誰が歌っているのかということで、まあ失礼な言い方ですけど、意外な方が、そう、
歌を出してらっしゃった前回夏川淳一、はい、これは分かんなかった、これからかける3曲聴いて誰が歌ってるのか当てていただきたいと思います。全問正解者の方たち全員に TBS ラジオ特製グッズをプレゼントするという太っ腹でございます。でも太っ腹かどうか全問正解じゃないとダメという曲だっけね、声だけだと分かんないね、喋り方だと分かっちゃうんだけど、あの歌だとね、はい、またイメージちょっと変わるから、まあ、歌ってる人は誰かということなんで、うん、あの曲名を当ててもダメでございます、うん、よろしくお願いします。じゃあまず聞いてもらいましょう、誰が歌っているでしょうか。1曲目はこちらです。でちょっとあれでこれでしょ、あ違うこっちでもみんな悩んでますけども、さあ1曲目は女性ね、キャンペーンガールさんからモデルさん、そして女優さん、うん、今度大きな舞台が控えているという。当たんないですね。スタジオ当たんないです。スタジオ当たってますからね、みんな一気して見せ合ってますけどラジオですからね。さあ1曲目終わりました、皆さんよく考えて調べたりしてください。2曲目こちらです。伸びやすい声ですね。いい声ですね。いい声ですね。はい。これは分かりやすいですね。さあ、M1、M2、2曲来ましたね。違うか。女優さん、俳優さんと来ました。最後、3曲目はこれです。ちょっとアレンジが古い感じ。笑いだったかな。
私の関東関西心は曇り関東大変ベテランだよ、うん、50、60ぐらいですか、うん、60まで行ってない感じ、うん、大体同年代ですね。そうだな、ちょっと上ぐらいじゃないかな、うん、で広く言ったら笑い、すごい見ちゃうと分かってしまう、ね、うん、そう。さあ皆さん3曲分かんないな。1曲目は、女性でしたね。今は女優さんです、キャンペーンがあるおやりになっている時からモデルさん、そして女優さんとしてプロを踏んだ長身の方です。2曲目はやはり俳優さんです。185センチ、ね、ヒーローものから、ね、今大活躍。そして3曲目は芸歴38年を数えます。ご自分で歌っていたのは作詞作曲した曲でございました。広い意味で言うとお笑いに入ると。さあ以上の3曲歌ってる人の名前を書いて送ってください。もちろんバカ回答もお待ちしております。分かんない方はもう投げちゃってバカ回答で、はい、そうだね、勝負してください。郵便番号10778066 TBS ラジオ小崎では、イメールだと小崎 @tbs.co.jp で届くことになっております。締め切りは7月9日、7月9日火曜日出着でお願いします。正解発表は再来週7月12日の番組の中で発表します。お待ちします。小崎でわあ部長、この度は本当に申し訳ありませんでした。お名返上の機会をやろう。はい、ありがとうございます。何でもやります。では私のパイゲを燃やしたまえ。 できないのかね。さあ燃やしたまえ。ほらほら変怖いよ、分かったよ、燃やせばいいんだろ。えぇ、ー、あ、注意、弾ける。あたいのパイゲは蛇花火。いやー、絡まる黒焦げモンブラン召し上がれ。2008年上半期ベストセレクション前半戦。さあ行きます。ベストですからね、大いに笑っていただきましょう。2月16日に放送しました能代市の渡辺淳一君の作品なるじゃん県庁所在地の曲ベスト3、うん、3位神奈川県は横浜、うん、そうですね。県庁所在地の曲、うん、2位佐賀県はあなたを本当は探しね。1位石川県は金沢はいいね。金沢は県庁所在地ですということでしょうか。さっきのさ、あなたを本当は探し、昔聞いた時いい曲だなと思ってたの。今さ全く関係なく聞いてたらさ、後ろのギターがうるさいね。昔は気づかないんだね。なんで今気づくようになるんだ。2月16日放送しました相模原市の村上敦君の作品嫌な目覚まし時計の音ベスト3です。3位、眠りなさい、これ起きられないな。目覚まし時計の音に起きるかな。ブランデーグラスのイントロでも起きそうだな、うん、高い音だから。嫌な目覚まし時計の音1位ペダルペダルなペラワーキャスターシャドウシティ。俺ラジオで目覚ましやってた頃にカンムリワシの歌であのすげえ悪夢見たことある。カンムリワシそうあの、ねあの具志堅さん、そう具志堅さんの歌でああっつって起きた。2月23日放送です。能代市の渡辺淳一君。なるじゃん。いきなりゼットベスト3。おお。3位。合うな。水木さんいいね。ヤングマン Z として出してくれ。欲しいね。2位。ドイツの料理も飽き飽きした。よっぽど飽き飽きしたんだな。もう嫌なんだよ、うん、ソーセージとあのジャガイモばっかり出て。いきなり Z ベスト3、1位はそう。本
面白い。水木さん面白すぎるよ。これこんだけだったら覚えやすいね。覚えやすい。アルファベットもじゃあね。ぜーしじめしちゃった。G なのに。で、2月23日放送ですね。墨田区のペンネームインデミル君の作品。宇崎竜童さんとさかなクンのコラボ漫談。ヒゲが生えてます。悪いな。お顔渡ってくれよ。お顔渡ってくれよ。お顔渡ってくれよ。お顔。お顔。お顔。あんた、あの子の何なのさ。ヒゲが生えてます。どういう声なの？すごいよな。佐々くんさ、声優できるな。できるよね。いい声だな。いい声だもんね。佐々くん、この間ビワ送ってくれてありがとう。そう、俺もビワ送ってもらった。美味しかった。美味しかった。すごい美味しかった。佐々くん農薬の。佐々くんが立山でビワですって。すごい。4月5日放送です。横浜市津田真嗣くんの作品。津田氏。老人と子供のポルカ、コサキンバージョン。くっついてた。ぬー、やめてけれ、やめてけれ、やめてけれ。いやだ、もうちょっとだいや。やめてけれ、やめてけれ、事故事故、パパパパーン。ユンパーントーン。ユンパーントーン。パパイヤ筋ですね。助けてこれだからないのすごい、コサキンファミリーはすごい。水木さん、小林彩子師匠、一光さん、バロムマン水木谷に千葉真一さん、さかなくん、宇津井さん、すごいな。すごいね。すごいオールスターだな。ありがとうございます。後半戦に続きます。コサキンで、わー、あなたご飯とお風呂どっちにします？ご飯。あなたご飯とブラジルどっちにします？ご飯。あなたご飯と星野亜紀どっちにします？ご飯。そんなにご飯が好きならご飯と結婚すれば。こうしてパン屋の夫婦は離婚した。みんなで聞いていただきたい2008年上半期ベストセレクション後半戦。やっぱりベストセレクション素晴らしいですね。すごい、皆さんすごいです。面白い。1月19日放送になりましたのは企画のパパゲーノ君の作品。パパゲーノ。ホトトギスが鳴かなかった場合どうするかのベスト3、うん、3位、徳川は家康なくまでまた。なるほど ね。2位、ギャル曽根ちゃんはあまり美味しくない。鳴かなかったら食べちゃったということなんですね。ホトトギスが鳴かなかった場合どうするか。1位、世良政則さんはお前を落としてみせる。落としちゃったんですね。うち落とし、とんところは息出してますね。すいません、ちょっと大股開きやってください。ダンダダダダンダダンダダダダン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 、大股開き、どうだがお、バンダダどうだがお、大股開き、どこ見てるの、どこ見てるの。ああ面白い。4月19日放送ののしろずの渡辺淳一君の作品。ラビジュン。うろ覚えラビーソングにビートルズのイントロをつけよう。ベスト3。すいませんね。3位、なんとかく、それはなんとたかく。ほほえみ返しや。覚えてよ。ワン、ツー、スリーでしょうよ。うろ覚えラビーソングにビートルズイントロつけよう。2位は。たたしたち。これいいね。これいいな。じゃーん。たたしたち。私たちぐらい覚えるよな。あの頃ね。いや。キャンディーズ近いがたかったんだよ、怖くて。あの、オーラがあってさ。ローボイラビーソングにビートルズのイントロをつけましょう。1位です。
合ってるよね、これ単に年だって覚えられなかった。ザ・ピースザ・ピース、あー面白い、これひどいね、ひどいですね、ひどすぎる。2月2日放送、伊達市の伊豆雄一君の世界各国の更新曲ベスト5。5位アメリカの更新曲、正常期は永遠なれ、かっこいいね、これあのね、玉入れの時かけなかったかかったね、うん、4位イギリスの更新曲、優雅だね、なんか麻婆茄子食べたそのまま威風堂々第1番ですね。いい曲だな。世界各国の更新曲3位、イタリアの更新曲。あ、いいだね。大成功。ちょっとイタリアの陽気な感じが。いいね。いいね。世界各国の更新曲2位はオーストリアの更新曲。更新曲、ヨハン・ストラウス一世さん、タラリッタッタッタラッタッタッ、モンティ・パイソンで変わりそうだね、タラタラ。1位日本の更新曲、なんたからったったった、なんたからったったった、もう許してよね、えスーザ・エルガー・ヴェルディ・ヨハン・ストラウスときて、最後うろ覚えのザ・ピースですよ。ひどいね、なんたからったったった、全部みんなで素晴らしいな。3月15日放送、墨田区ペンネーム犬ミーム君の作品、佐藤宗幸さんの歌に酔っ払いが愛の手を挟んできたぞ、あやせ踊る光に、髭伸ばしてんの、揺れていた君の瞳、髭伸ばしてんの、時は巡りまた夏が来て、全部踊ってたや、あの日と同じ流れの岸、あーあったなーと、ゆかしき森の都、あーあったなー、あの人はもういない、帰ったんだよ、素晴らしい、あこれ素晴らしい、台無しにしちゃう、歌を全部突っ込んでる、あ最初にさ家伸ばしてんのを2回言うのがね、いかにも酔っ払いなんだよね、家伸ばしてんの、タブ君ねってずっと言って、また夏が来ての時にさ、すげえ戻ってきちゃうんだ、帰ったんだよ、秀逸最高、あったあった、あありがとうございました、エミネシーですね、2008年上半期ベストセレクション後半戦でした。小崎ね、わーおい渡辺ジュース買ってこいよ、わかりました、おい渡辺肩揉めよ、わかりました、おい渡辺片付けとけよ、わかりました、おい渡辺投稿写真買ってこいよ、それはできません。エミネ会話、ムッくんラビ1枚ずつ、今日はラビからどうぞ、はい、横浜市のペンネーム戸高ジムの香川君です。スイーツ売り場の店員さんと宇津井健さんの会話、はい、君そのマカロンをくれたまえ、あこれですね、おおはう、君間違えちゃいけないよ、それは私のモコロンだよ、トングで挟まんでくれたまえ、負けなかったじゃん、ショーケースがあっち側にいるでしょ、宇津井さんはね、でもこうパッと開けて、あっ、それよりバカレの立派だった、じゃ出しちゃってるってことそうなんだよ、少しそっちの方が問題、そっちの方が半ズボンだったから漏れてたんだよ、バーン漏れてた、加賀秀樹横浜市漏れろんだった松坂子さんとヒゲ男爵の会話、うん、ヒゲ男爵、松さん今の私たちの漫才どうでしたか、松さんの答え、ヒゲが甘いんだよ、ヒゲが、ヒゲのことはうるさいんです、松坂子さん、それかーい、意味の理解は待ってます。意味の歌百選、さあここで一曲いきましょう、意味の歌百選66曲目、1970年リリースです、今日はリクエスト来てます、うん、木更津市のシミケンサンバさん、毎週おぎおぎしながら聴いているリスナー歴10年の若輩者です、うん、
先日引っ越しのためカセットテープを整理していたら、たまたまクイズをしましょうみんなで楽しくと陽気な三田佳子さんの歌を聴きました。久々に聴いて元気が出たので歌100選としてリクエストいたします。それでは萌え。これ本当ですね、幸せをここまでおいでという曲だそうです。あ、そうなの。幸せをここまで、でも番組ではクイズをしましょうみんなで楽しく、三田佳子さんです。どうすりゃ悩みがなくなるか、どうすりゃ明るく暮らせるか、知恵を絞ればほら人生に素敵な希望が湧いてくる。幸せよここまでおいで、幸せよここまでおいで、クイズもしましょうみんなで楽しく。はい、クラウンレコード400円ですね。はい。ただいま同居中の主題歌だったんですね、 TBS テレビドラマ。ああ、見たでしょうか。見てなかったな、その頃。見てなかったな。1970年ですよ。38年前、あ、もうテレビとかいろいろやらせてもらってる時か。14だ、嘘は14だよ、中学生だ。俺17だよ。見てない、俺見てない、俺あの17だから、あれに多分8だ。夏木マリさんとかに突き抜かしてると思う。まだまだリクエストお待ちしてます。イミネ歌100選66曲目、イミネ歌にしちゃいました。三田さんすいません。小崎ね、おお姉ちゃん、どうしたの。和樹ちゃん、僕のパイが伸びてるよ。お姉ちゃんもっとすごいよ、ほら全身が毛だらけ。こんばんは、チャックのりこです。ありがとう。今週はイミネベスト3でございます。まず行きましょう。トマホークスミ君、川崎市。顔は知ってるけど現役時代を知らない人が多くなった人ベスト3。はい、3位、ガッツ石松さん。そうね、2位、長嶋茂雄さん。そうね、正しいですねこれね、うん、顔は知ってるけど現役時代を知らない人。1位、聖徳太子。それだって実際に会ってる人いません。あの写真も本当かどうかも分かんないんだもん。そうらしいね。うん、なろうって言ってる。そう、なんかこう適当に変えたらしいんだよ。高橋宏和君、千歳市。うん、イミネベスト3。その昔地方の子供を相撲部屋に入れるための口説き文句。うん、3位、東京見物させてやるから。そうだったね。千代の富士さんあれだってよ、飛行機乗せてあげるの。次はそうです。ああ、2位が飛行機もしくは新幹線乗せてあげる。ああ、はいはい、1位、関取になったらコスケベ声で指示出せるよ。まああげよう、あげましょうかね。ゆうこゆうこ、夜の土俵も忙しいよってこと。ヘイツ、うまく夜の土俵は柔らかいよ。うるさい、まだ言う。アタック25でよくあるパターンベスト3、はい、3位、その通りを連発する児玉さん、はい、2位、残り3問を残した時点でトップ賞が決まってしまう、うん、アタック25でよくあるパターン ベスト3、1位、児玉さんがクイズの合間に左右にちょっとふらつときます。大丈夫、言ってますか。これ開けよう。はい、どういうこと。桜市のパラツク断言。なかなか夢終わらない本ベスト3、うん、3位、源氏物語。大変だと思うよ。2位、広辞苑。そうね、これ1位はラビーニです、うん、通販のランジェリー飾る。あれ1時間見ちゃうんだ。ネビー風呂入ったのに寒くなし1時間入り直しちゃった。幻のコンサートベスト3、うん、3位、ビートルズ武道館コンサート。ああ、見たかったな。2位、キャンディーズ解散コンサート。
あ、この間フィルムでやりましたね。1位関根勤シャンソンコンサート、それ僕出なかったからだから幻なの。幻です。実現しなかった。いや、それだけは勘弁してほしかった。俺勘弁してくださいと電話で、もう本当にもう悩ま、すっごいもう謝った、ごめんなさい、それだけはできません。またシャンソンってと違うからね。また大丈夫なんですよ、そのお気楽に皆さんも出るし。もう言った、そうだった、じゃあ出ればよかったな。これはよとか、確かに僕は妻を愛す、しかし妻は僕をないがしオリジナルなシャンソンじゃん。すごいじゃん、オリジナル喜ぶやつの人ね。関根さん、今日オリジナル持ってきてくれましたよ。エルスール君ペンネーム、若い女の子がビクビクするときベスト3、うん、3位夜道を歩いていて誰か人の気配を感じるとき、怖いよね。2位目の前で喧嘩が始まりそうなとき。1父親が今もらったばかりの名刺を、名刺をくれた本人の目の前で小道具代わりに使っている時俺がありましたね。不思議発見のプロデューサーがくれて、それでなんか話してる時にその目の前に置いておくじゃない、プロデューサーの名刺を、あの終わるまで。でマリティと横にいて、俺がなんかの時にその名刺を使いながらなんかわーって話したんだよ。で後で怒られたの。人の名刺をああやって小道具に使うの。渋川市の千切平成君。インディージョーンズにゲスト出演している俳優ベスト3。はい。3位リバーフェニックス。若き日のインディーやりました。ああそうですね。2位ショーンコネリー。ああやりましたね。パパね。1位浅岡瑠璃子さん。なんで？最新作でクリスタルスカル役です。あれ頭蓋骨だよ。ひどい。ダメです。ダメです。まあ貴重な頭蓋骨ですけどね。横浜市の戸坂ジムの加賀谷くん。ちょっと気になる子猫ちゃんの鳴き声ベスト3。うん、3位マオマオ小林マオ、いいね、マオちゃんいいね。2位マオマオ大地マオ。1位マオマオ川崎マヤオ。それマヨじゃん。及川な、あれは及川直か。そうですね。小田大吉田君、練馬君。嫌な電車ベスト3、うん、3位釣り替えかと思ったらスルメが干してある。でもいいじゃん、食べちゃえばいい。座席は全部レストランのお子様用の椅子である。いや狭い狭い。1位車輪の代わりに猫がいっぱいくっついていて頑張って走る。かわいそうだ。やだそんな、やだよ。猫電車、猫電車、猫バスじゃなくてね。取り出しのアルメニアの空くん。嫌なゴルゴ13ベスト3、はい、3位補助輪付き自転車で移動している。バーカ。バランス悪い。帰って危ないんだよね。2位、発砲するたびに腰を抜かす。ダメ。抜いてないじゃん。もうやめた方がいい。やめた方がいい。1位、駅伝中継で映りたがっている。バーカ。目指したがり。ダメだよ。あげましょう。あげましょう。村上敦君、坂目嵐。嫌な2時間サスペンスドラマ、ベスト3。3位、事件が主人公が関わらずに解決してしまう。ああ、やだな、それ。2位、唇を読む読心術と自白剤で事件を解決する。バカ。やだ、やだ。嫌な2時間サスペンスドラマ、1位、猿の入浴シーンにやたら力を入れている。なんだよ、そういい顔して入ってんだよね。そう。気持ちいいんだろうね、猿もね。そう。手つぶってんだよ。で、頭雪かぶって。そうそうそう。わらべ市の龍之介くん。ゴルゴ13が後ろに人を立たせないわけ。うん。ベスト3。うん、3位、無防備だから。ああ。2位、膝カッコンされてるのを警戒している。ばっかりだ。1位、耳に息を吹きかけられると。ヘナヘナになっちゃうかな。世界の鍋まるまるベスト3、うん、3位3の倍数の時にアホになる鍋圧、はい、2位3の倍数の試合の時だけ巨人批判する鍋つね、1位3の倍数の放送会の時だけ建物批判する鍋圧、渡辺圧です。ああうまいね。ああ3の倍数で9日の放送だとひどいなぁ。詰めたもんじゃないですね。悪いな。所沢市のガゼンありがてえくん。この有名人の場合、3の倍数と3のつく数字でこうなってしまうベスト3。3位、
水木一郎兄貴は3の倍数と3のつく数字で雄たけびを上げてしまう。ああ。2、楠田理子さんは3の倍数と3のつく数字でショートしてしまう。1、小倉一郎さんは3つまで数えたら息切れしながらその場に倒れてしまい、救急車で運ばれてしまう。どんな体力だ。1、2、3、あ、おたるしの倉田哲也君、最近の真鍋香織ベスト3。最近の真鍋、今日あったけど、ミニのさ、あのジーンズ履いてたんですよ、うん、パン、あのズボンの方ね、うん、いい足してた。サリーもね、で今なんか一番いいよ。あ、若い時よりもいい。今ベスト。3位、バラエティに続々出演している、うん、2位、スポーツニュースのメイン司会を担当している。そう、最近の真鍋香織ベスト3。1位は鳥居みゆきの芸名で白塗りしてピン芸人として活動している。そんな似てないよ。まあ理系だから何で両方とも。あたたひかる君買いますし、堀内孝雄さんがトーク番組で喋っていることベスト3、うん、3位、谷村新司さんとは仲がいいですよ。2位、時々ベロが200メートルに伸びるんですよ。気持ちよ。1位、マチュピチュに対抗してヒゲピチュを作りました。なんでだよ。あげましょう。ヒゲピチュ何のために作ったのかな。わらびしの龍之介君、水着問題の解決方法ベスト3、はい、3位、全員がエッセの水着を着用すればいい。おう、スピードね、うん、2位、逆にスピード車の水着は着ない。おうおう、水着問題の解決方法。1位、全員全裸。外人の方が胸や具が大きいので日本人に有利であると。でも本来は全裸で泳ぐべきだよね。そうだと思いますね、人間の、うんうん、そういうとね、そうだから陸上も本当は裸足、裸足だよ、スパイクじゃなくて、うん、裸足で全裸で走るべきで 100m。 そういうこと言ったら土のとこ走らなきゃいけない、ね、土を作ってタータントラックじゃなくて、ね、そう本来はね、そう、うん、鳥弟子のアルミノソラ君、意味でベスト3、かっちょいい相撲の決まり手ベスト3、うん、3位、オイリー手のひら。なんだそれ。2位、割り箸投げ。なんでかっこよくないじゃん。相撲でしょ、うん、1位、鼻白滝。何それ。鼻から白滝出すの。バッとみんな笑っちゃうから。おーっ、笑って力が出なくなっちゃうんだ。そこで、うっちゃう。そうか。ずっとこう土俵際を詰めておいて、踏ん張ってるところ鼻から、おーっつって、そこで出しちゃう。絶対笑っちゃうよね。うん、でも、物意味が作れてるそれ。がぜんありがたい君、ところだし。さかなクンと同じ事務所に所属していたら嫌なタレント、ベスト3。うん、3位、骨くん。何それ。骨に詳しいんだって。いくつなんだっけ、260いくつだっけ、持ったんですよ、持ったの、うん、種類。2位、離婚くん、離婚に詳しい。やだそんな。1位、サバ味噌くん、さかなクンの次の次にサバ味噌に詳しい人。バカやん。サバ味噌なんてそんな。サバ味噌って料理じゃないんだ。大体の人よく知ってるよ。サバはサバだけど、サバ味噌は料理ですよ。ベルギーって 74.何% の離婚率。なんで分かんないんだ、世界一なんだ。そう、日本が 38% か。寒いからくっついちゃってすぐ。わかんないんだけど、ベルギーだけ圧倒的に。ワッフルが。わかんないけど。ワッフル。わかんない。どういうのが詳しいやでわかんないんだけど。統計で。うん。統計で。統計。おとなしさくん、今。嫌な目覚め時計の音ベスト3。3、貯金箱を床に落とした音。バカじゃん。びっ起きるね。ナスを噛み損ねた音。どういう勝ちじゃない、普通に。嫌な目覚め時計の音。1位、熟年コウモリの夫婦喧嘩。知らない、聞こえないじゃん、超音波だから。あたたひかる君、岡山市ベスト3。高橋英樹さんがトーク番組で喋っていたことベスト3、うん、3位、あたいの名前は高橋パピオン。犬の可愛いやつ。いや、そんな。2位、家にいるときはサークルの中でおとなしくな。犬じゃん。犬じゃん。高橋英樹さんがトーク番組で喋っていたことベスト3。1位、1の倍数の時だけ変な声を上げます。全部じゃん。全部じゃん。変な声ばっかり。いけ、2、3、4。全部、これ面白いです。上げましょう。上げよう。さあ、来週は意味でキャスティングです。パパゲーノ君帰宅、考えてくれました。周知心シルバー版のキャスティング。はいはい。周佐野修司さん、知龍地周さん、新サブリ新さん、これぞ周知心と。なるほどね。もう皆さんもう個人ですので、CG で蘇らせてもらいましょう。、うん、相棒のリメイクのキャスティング。
愛、福原愛ちゃん、はい、棒、宇津井健さん、一回棒、小倉一郎さん。バカじゃないの、こういうキャスティングです。そして再来週が、意味ね本音と建前。これはビバ・インバヌマ君が考えてくれました。ハルオツツー君、改めビバ・インバヌマ君。意味ね本音と建前。例えば、ニューヨーク旅行へ行くムックの本音と建前。はい、建前、ブロードウェイで舞台の勉強してきます。うん、本音、ブロードウェイに舞台を教えてやります。そんなこと思わないよ。それ言ってみたいな。教えに行くんですよ。はい。というわけで、本音と建前で、再来週は待ってまーす。今週の MV は2つあります。宇多田ヒカル君、岡山市、高橋英樹さんがトーク番組で喋っていたことベスト3、1位が1の倍数の時だけ変な声を上げます。アルメニアのソラ君、鳥です。あの意味ないベスト3でね、嫌なゴルゴ13ベスト3、2位が発砲するたびに腰を抜かす、1位が駅伝 中継で移りたがる。あの顔でこう。ダメだよね。目立っちゃいけないそうだ。誰も顔知らないんですよ。そうだよ。ゴルゴサーチン。そう。ねえ。知らないよね。そう。そうなんだよ。だから映っ。だから映っても本当はいいんだ。あ、まあ、でも、ただ、ダメダメ。さっきも出してるから。怪しい。怪しい。警察官来ちゃうから。来ちゃうからね。はい。この2つに差し上げまーす。無理やり曲紹介ちょっと今週すみませんでした。あのまたちょっと勉強して。いや、いいじゃん、無理やりなんだから。あのね、イエスタデイ、イエスタデイアンドで、大阪の子なのにイエスタデイアンドトモローも、田口トモローも、安藤君もいればよかった。あ、そうか、安藤だけ英語になっちゃった。あ、そうか、イエスタデイ安藤君もトモローもいればよかったんですけど、すみません、オープニングのところ今反省してます。僕ではないようにこれから頑張りたいと思います。よろしくお願いします。では行きましょう。せーの、あ、あ、ラビ、稽古はどうなの？稽古はね、稽古はね、まだこれからなの。夢は夜開く。娘は光です。